ばんは。こんばんは。ブー太郎とゆうちゃろです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、おう、今日はおう、ゆうちゃろさんがなんだ、噂によると、おう、何かのソラマスをゲットするという情報が入っております。そうで、フレンド募集をやりたいと思います。イエーイ。前回ちょっと勘違いされてる方もいるかもしれないんですけど、前回のね、戻ってきてよフレンド、そう、募集ということだったので、そう、戻ってきてよ募集やったけど、今回はちゃんとしたフレンド募集ということで、はい、まあ、前回と変わらず、この、まあ、ルールとしてはこの2人と、だから必ず2枠開けないといけないっていうね、そう、デメリットがある、デメリットがある。でなおかつ、まあ、そこまでそのユニットも、まあ、強くないという、今までの動画を、ね、まあ、みんな知っての通りの感じなんですけども、まあ、その代わりといったらなんですが、枠がある限り全員当選なのでね、そう、どしどしと、やったお、上がりましたか。さっきどっちを進めましょうか。最後にこれします。まあ、どしどし募集、まだまだ全然枠あるんで、うん、まあ、枠がもうやばいなっていう時の募集はちょっと久々の抽選会っていう形になると思うんですけど、まあ、抽選にもならないでしょうね、ならないので、うん、大丈夫、もうどしどし、あの、新規でブートローとユーチャローを知ってくれたっていう人がいれば、うん、コメント欄の方にID とお名前と、うん、まあ、一言自己 PR と自己 PR しといていただけたら、覚えやすいしさ、こっちも。また動画結構金曜日生配信もやってるんで、遊びに来てくれた時も覚えやすいと思うので、またそちらの方もよろしくお願いします。まあ、期限は一応1週間でしたね。1週間ですね。今日月曜日なんで、来週、今日火曜日、今日火曜日か来週の火曜日まで、そうということで、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。当選発表はまた、当選発表、あ、そっか、まあ、溢れ返った時は、まあ、また絶対ないと思うのでないと思うけど、皆さん今申請行きましたっていうありがとうございました動画は改めて作るので、うん、楽しみにしててください。ということで今日のメインイベントは行きましょうか、行きましょうか。ということで今日ゆうちょろは、あ、ちょっと待ってな、ごめん、ブレイブリンクができてる。ってことで、あのね、これよ、ギルガメッシュをとうとう、あの、目標は 20%。 みんな知ってた？え、それ全然知らんかった。ずっと言ってたよ、 20% はやるっつって、で、気が向いたら 30% やるってで、言っててんけど、もう気が向かへんから 20% でトラムクぶっ込もうと思って、もう他にもトラマラ早く進めたいのがいっぱいおるから、ちょっとね、あの、ギルガメッシュには時間を使ってられないと、使ってられないから、いやいや、とりあえずやめとき、ちゃんとタンバラした方がいいと思うな。だってブー太郎、せっかくゆうちゃろうにちょっと近づけたのに、これでまた離されちゃう。まだ大丈夫や、まだ一緒ぐらいよ。ということでですね、そう、まあ、ブー太郎も今リュドミラを頑張って連続マン、まあ、レフィア持ってるんで、ユーチャローのいない。いいもん、ユーチャロー、ケアルがおるもん。クイーンが。かわいい、かわいい、クイーンが俺、MP も回復してくれないで。ほんまに。ということで、そう。いきまーす、ユーチャロー。これ、まあ、ギルガメッシュ、ガンギャンいきまーす。めっちゃおんねん、なんか知らんけど。あ、こんなんいらんね。貴重なトラモグが。そう、トラモグぶっ込みまーす。もったいないな、こうやって使うってなったら。まあいいや。はい。まず1回目5体で 70% にします。はい、ってことでもう1回ギルガメッシュ、やっとゲットできる。まあ、そんななんか苦労したっていうほど苦労はなかったんやけど、これさ、どうしようかな。怒られんで、ガチ勢のドラマラ勢に。そうやねん、そんな、いや、だってたかが 20% やん、一旦は。だからそこまで苦労したっていうほど苦労はしてないねんけど、あの、もう一個他の苦労したって言ったら怒られるね。あ、そうやん、もう他の、え、ちょっと待って、あと 30% やろ。1、2、3、4、5、 5×5 は25か。青使おうかな。青の方がいいんちゃう。ユニット枠埋まるもんな。
トラマグたちが消えていきますね。サランヘヨ。あ、大成功やって。そう、大成功したところでな、ここは変わらへんね。変わったしよな、大成功したら 10% に変わりました。はい、これで源氏の固定確定。あー、イエーイ。ゲッチュー、源氏の固定。イエーイ。うわー、ブー太郎が頑張って頑張って取ったトラモグを、トラモグちゃうわ、源氏のコテをこんなんされて取るなんて。あれ、もう一回動画見直したら分かる通りさ、あれ 100% までやってなかったっけ。うんうん、 95% まで上げたで、残りの 5% は走るってか。そうってことで、源氏のコテゲット、おめでとうございます。ありがとうございます。よかったですね。よかった、なんかあっさりやったね。これさ、ギルガメッシュさ、攻撃マックスなんかな、それに読んねんな。攻撃マックスじゃなかったらブータロに負けるからな。そう、ブータロのギルガメッシュはもう全部ポッと食わせて限界突破してる。突破してるやんな、自分のやつ突破してない気、あ、してるわ攻撃は。そっかそっか、なんだよ期待させやがって。へっへっへ。ってことで、ちょっとギルガメッシュがどんなもんかいなというのを今見ようと。どうしよう、これよりこれでブータロの方がなんか弱くなるのかな。弱くならんよ。何これ、どこにあんの源氏のコテって。え、これ、うん、あ、そっか、でも体験持ってないんか。ロトの剣持ってるからブータロ。あ、そっか、ロト持ってんか。ブータロのギルガメッシュの方がこれは強いな。ちょっと待って、これ両手持ちいらんよな。なんかこれに30、なんかさ、言うたらあんまギルガメッシュさ好きじゃないねんな。ここでやろ。うわ、どう思う、みんなこれちゃうねん。なんかギルガメッシュだけはどうしても好きになれへんくて。なんで、理由を述べてよ。え、なんか見た目、見た目かわいいやん。いや、かわいかないやろ。かわいいね、どこが。赤くてそうシャシャーって感じで、あんまり好きじゃないねんな、ギルガメッシュだけは。何やったっけ、体験装備か。うん、体験持ってる、持ってる。と何つけたい、攻撃やけど、攻撃やったら命中、うん、攻撃 15% ってなかったっけ。なんかあったよな、攻撃 15% って。 30% もう1個持ってない。2個持ってる。つけた、もうつけた、もうつけた。あと何つけた。ってことで、これで体験をつけたいと思います。このアポカリプス、これはあのストーリーを進めていく中で取れる唯一の体験ということで、これをね、一番最後のあの多分何やったっけ、鍵系のやつで取れるから。てかムーンフェイスって何なの、剣、ただの剣か、体験じゃねえな。体験装備やったら体験つけた方がいいんじゃん。まあな、だけどでも刀つけるとギルガメッシュの特徴っていうか自前のあれで 30% ぐらいじゃなかった、攻撃。刀？うん、あ、せやったっけ。じゃあ源氏の刀か、うん、860しかいかん。あとイフリートの爪とか。ああ、そういうこと。これプラス30つけたところで大して変わらんかったな。あとはこれをだからデモンズメールにするとかな。あ、そう。882大していかんかったな。ブータローの方が強い、まだ。せやな、まだブータロートントンやな。やっぱそっか。え、源氏の刀つけたらステータスが上がるの。刀系が上がるっけ。うん、そんな武器コレクター、武器コレクター、剣、体験、刀の装備で攻撃やんか、ペロ、うん、じゃあ別に剣でもいいやん。いや、20% とかに下がんねん、剣やと。剣やと、ほら、ほんまや。確か刀が一番上がんねん。そうな、うん、で体験が一番上がらんかったんかな。ほんまや、肝心の刀の方が上がる。そうやね。あ、そうな。なんじゃそれ。そういうこと？そういうこと。じゃあここまでしか上がらんのか。うん。実質。イフリートの爪いらんねえじゃん。いる？
他にある？なんか言うほどないよな。そうかそうか。ってことでゆーちゃろのギルガメッシュはこんなもんしか上がりませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ゆーちゃろの今日はギルガメッシュ源氏のコテを撮るということで報告動画ですね。そうやね、源氏のコテ。そしてもうすぐ刀もまだまだサッカーがあるかな。刀の極意かかりそうやけど、まあそこを取れればもっと。それは多分毎週金曜にやってるゲイマラで多分行くと思うな、ゆうちゃろは。なるほど。それに合わせて頑張りたい。オッケー。そう。おいしい、うん、これどこの梅？紀州の梅。和歌山。あ、そっか、紀州って和歌山か。九州やと思ってた。そっか。ということでめっちゃ美味しい。うん、やっぱ今日はこんな感じで、うん、あ、もう一回最後にはい、まあ、牛太郎のこのギルガメッシュもね、パワーアップして、まあ、ギルガメッシュだけじゃないもんね。源氏のコテつけたら他のキャラも、うん、源氏のコテまだそんなそこまで知らんから、ちょっといろいろ試してみて、いろいろやってみたいと思います。まあ、これを取った牛太郎は、うん、強くなってるので、まあ、あとはブー太郎と共にフレンドになってくれる方、ぜひコメント欄で、名前と ID と自己 PR 書いてもらったら申請いきますので、期限は一応1週間で来週の火曜日までとなっておりますので、どしどしお待ちして。今回は報告動画でした。バイバーイ。あ、あとチャンネル登録の方もお忘れず、よろしくお願いしまーす。じゃあねー。バイバイ。どう？嬉しい。現地の答え。嬉しい。さよならー。サランヘヨ。